ャンクスター6番勝負イエーイ。人生ゲームやってみたいと思います。人生ゲームのルールですね。ルーレット回す、出た目のマス進む、最終的にゴールたどり着いた時に金額いっぱい持ってたやつの勝ちみたいなね。今回特別ルールってことで、ジャンクスター今年何周年でしたっけ？6周年ですね。そうです、6周年ですってことは、もうルーレットで6が出た時点でゲーム終了になります。6を出したやつが勝ちっていう、人生ゲームじゃなくても何でもいいんじゃないかっていうね、ゲームでちょっとやってみたいと思います。6出たら勝ちです。5000ドル。5000ドル、はい。じゃあ5000ドルどうぞ。ありがとうございます。はい、音速で崩すことになりそうだけど、ね、5000ドル。よし、いただきます。はい、勝ったかな、もう勝ったかな、出ない、絶対出ない、もう勝ったかな、絶対出ない。これやる前にも結構回してる、2人で全然出てない、全然出てない。2、2、あ、いや、いいね、この人が。これ俺を6出したら俺勝ちだ。何度も言ってる、何もやってないのに、ね、何度も言ってる、給料ももらわずに何度も言ってる。あ、4でした、4なら4。うっす、これじゃあ3ターン目ってことはね、そろそろ6が出る頃かな。出ない出ない、どうせ出ないから。いたいと思います。この待つ時間がまた伸びてくるんじゃないよね。優雅な音楽が流れてますけどね、うん、来た、今回はこのトランプを使ってですね、お、すごい適当に切ってたら6が出た。なんか6はこれ狙ってないんだけど、仕込みっぽい。いや、見たでしょ、今適当に切ってたでしょ。適当だった、ずっとぼーっと出てきたの、ずっと適当に切ってたでしょ。6が出た、こういうことよ。どうしたの今日、持ってるんだよね、なんかね。今日ね、今日だけ多分ライ、これを見てるライブ当日には多分何も持ってないと思いますので、ね、本当に、今日使ってどうすんのよ、そういう男です、6周年ボーイ、どうもサトシです。皆さん、七並べってやったことありますか？七並べ、まあ、大体人生において七並べ1回ぐらいはみんなやってるよね。そうだよね、七並べって7じゃなくてよくない？ということで、なんと6並べでいきたいと思います。先に手札がなくなった方が勝ちでしょ。なくなった方が勝ち、そう、多分そう、ジョー君の勝ち。残り1枚の時にジャンクスター6周年って言ってないからダメだな。どういうことだよ、ちゃんとリーチって言ったぞ。でって感じ。スピード6番勝負、6回やって勝った方の勝ちにしようか。いや、6回ね、オッケー。6番勝負いきますよ、せーの、はい、しましたね、はい、ありがとうございます。まず一勝、勝ちました。負けた、残念でした。3勝くそ、余裕だな、これサトシ君強いな。音楽関係で負けるからね、こういう場合で勝っとかないと。たまには花も落としたけどね、相打ちですね。せーの、負けですね。こっち出しなさいよ、逆でしょ。引き分けですね。お、いいね。俺ちょっと粘ってきたよ。あれ、カンプも秋な、秋カンプ何まで。クソ噛みすぎだし、今日疲れてるの、本当に0勝2分け。うるせえ、マジで本当うるせえ。いっせーのーせ、俺の勝ち、最終戦。
最終戦俺の勝ち。イエーイ。まあ、でもあの大体僕あの最初何やってもだって勝つ。大体ね。そうそうそう。でも最後の方も飽きちゃう。そう飽きちゃう。でサトシが飽きてきた頃に俺の努力がじわじわ効いてくる。そうそうそう。ちゃんと気合い入れた頃にはもう戻れない。そうそうそう。ね、そういうことで勝ったー、はい、でも最終的にトランプ、はい、スピード6番勝負勝者サトシイエス。でも最後勝ったの俺だから。うっ最後勝ったの俺だから。じゃあ6並べも俺の勝ちだから。いやトランプ面白いね。もういいわ。よはい、じゃあ続きまして6秒当てゲーム。6秒当てゲーム。携帯のストップウォッチ機能を使ってより6秒に近いところでストップウォッチ止められた方が勝ちっていう。お、いいですね。よし、行きます。せーの、1、2、3、4、5。お、いいんじゃないですか。5秒5、1。じゃあ行きますよ。はい、行きますよ。よーい。これは来たね。来たんじゃないの？はい。見せてやってこよう。6秒68。圧勝。よパウンドな。ちょっと赤いや、ワンバウンドだ。え、ワンバウンドでもいいやって思ってるでしょ、あなた。さあ、いやいや、マジでマジで。さあ、ビンゴ。開き直ってさ、ワンバウンドやめようよね。パーフェクトピッチング。はい、始まりました。パーフェクトピッチング、トリボール。はいよ、いい具合にね、大ボートしてるね。いいね。ガイドが言われたところを狙いに行くってやつなんですけど、まあ特別ルールとして6番当てたら勝ちだから、6番当てましょう。6番。お、いいね。お、あ、惜しい。いいね、いいボール。マウンドから、はい、おーい、大ボトル。で、ストライク。惜しい、いいよ。いいね。お、あ、惜しい。お、惜しい、いいよ。
当たんなかった。今回も私サトシが勝ちました。ワンバウンドだから。